大家好，我们是阿汤妈孔古里，今天想介绍日本才有的家庭餐厅在这里啊。所谓的家庭餐厅，就是就算你吃到胃爆掉，也不会让你破产的亲民价格餐厅。在这里啊，食べ放題。何円まで行けるかな？読めないもん。読めないもん。A01。で、一つ。写真でね、わかるね。そうそうそう。優しいな。もう、はい。です。民本室。你去哪睡来？你去哪睡来？你去？你去？你去？ここのドリンクバーはプラス200円それで飲み物飲めと。こうと思ってる。52。え、すごい。オリーブオイルが塩コショウだから。さあ、教えてあげる。タイグリアといえば何？わかん。これだよね、違い探しね。裏と表で間違いが10個あるよ。むずいよ。ディディーン、カンドンちゃん。ソーセージ。どこ？ソーセージのどこ？あれ？ここで見た長さが違う。はい。頭コンクリ。来ました。これが300円。うまそう。気に入っちゃった。ミラノ風鶏。ラム。ジェノベーゼ。私イタリアで。ジェノベーゼ食べた。カラミチキン。これ4個も入ってる。本当に？うん。いや、だ。何百円だよね。誰頼んじゃったかな。六本だよ。もう一回頼む。行くならこれがいい。抹茶ティー。イタリアで食べた味じゃ。一緒？毎日朝のホテルで食べた。いいな。2回。でしょ？さ。こっち2回。ミラノ風鶏。ミラ？ミラ。え、捨てないじゃん。これが定番の。ミラノ風鶏。ミラ？ミラ。ミラノ風鶏。ジェノベーゼ。インケン？おいしいな。パスタ？パスタだ。わかるかな？何？何が起きた？びっくり。美味しかった。うん、さっぱりしてる。クッサの匂い。ちょっと待って、このクッサとか一緒じゃない？違うよ、全然違う。ラム。いいね、美味しそう。これはなんかここにつけるもの。うんうんうん。香辛料結構強いよ。こう鉛筆の削った匂いがする。肉はうまい。美味しい。これどうやって食べてんの？多分これイタリアの味がする。もう食べてみちゃった。お腹がつれ食べる。美味しいよ。で、300円5個もあるよ。1個60円。今天的影片大家觉得如何？今后还会继续介绍各种便宜好吃餐厅，有兴趣的朋友也欢迎订阅我们的频道。何円スペシャルぴったりショー。